セシリアじゃ。ベリアでよみがえらせたら、どっちと手を組んで、リターニアに何度もポータルを開いたのは、それと、この者が仕組んだことだったのじゃ。そんな、サラさんがどうして。なあ、お前たち。悪魔族がどのようにして作られるか、知っているか。何を言っているのです。太古の時代に精霊使いが精霊を生み出す技術を編み出したのと同様に、私たち悪魔使いは悪魔族を生み出す技術を編み出した。精霊石を媒体に精霊が生み出されるように、私たち悪魔使いは人間を媒体にして、ね。ベリアルも元は人間だったのさ。奴があれほどの強大な悪魔と化したのは、媒体となった者が他の人間よりも強い正気をその身に宿していたからだそうだ。では、さらに大量の正気を蓄積した人間が悪魔へと変貌を遂げたら、一体どうなると思う？あんた、まさか！レナード、逃げて！ポータルを消滅させるために、この男は一体どれほどの正気をその身に蓄え続けてきたんだろうな。精霊使いでなければとっくに死んでいてもおかしくないぐらいの量だろう。そんなものがもし悪魔に変貌を遂げたら、ベリアルを超える新たな魔王の誕生だ。素晴らしいと思わないか。そんなこと絶対にさせません。みんな、レナードを助けるよ。いいぞ精霊ども、この男を助けたければ、まずは私が相手になってやろう。
見事だ、精霊たちよ。だが、もう魔王の誕生を止めることは誰にもできない。見るがよい、新たなる魔王の姿を。テナードさん、まずい、すでに魔物へと転落してしまっている。これで思い残すことは何もない。先に地獄で待っているぞ。完全に自我を失っている。私たちのことを敵としか見ていない。それでどうすんのよ。レナードと戦うなんて私嫌なんだけど。兄さん、兄ちゃんと戦わない。でもこのまま僕たちが何もしなければリターニア全体が危ないんだ。僕も長くて戦うしかないよ。そうですね。Thank you.
これで全てが終わった。あなたはこれからどうするつもり？役目を終えた精霊は本来はそうすべき。だけど私にとってあなたと過ごした日々はとても充実していた。だからあなたさえよければこれからもそばにいさせてほしい。ダメならそう言ってくれて構わない。Thank you.
母さん。それって500年前の精霊使いの伝承を子供向けに分かりやすくしたお話なんだよね。私いっぱい勉強して将来は学者さんになるんだ。はい。おやすみなさい、お母さん。大丈夫です。
ち人間が行使できる魔法はその程度のものですが、人間以外のものであればこのようなこともできるはずです。もう少し詳しく調べてみないとわかりませんが、おそらくこの魔法はポータルとな。はい、そうです。シルビア女王陛下、いつも言っておろう。サラ、別にかしこまった長ったらしい故障でわらわを呼ばなくてもよい。わらわとお主の仲じゃろうに。はい、失礼しました。陛下、なんならわらわは呼び捨てにされても構わぬぐらいじゃぞ。いえ、それはさすがに。精霊使いの伝承、はてどこかで聞いた気もするが思い出せんの。かなり有名な文献なのですが、ご存知ありませんか？わらわは勉強だけはさっぱりじゃからの。陛下はこの王国の君主なのですから。ああ、少し思い出した。わらわが幼い頃に絵本で読んだことがあるぞ。確か500年前に魔物たちが攻めてきて、それを5人の精霊がやっつける話じゃったかの。はい、そうです。ただそれは子供向けの童話としてわかりやすく改編されたものでして、実際の伝承はもう少し複雑な内容となっています。500年前、魔界に住んでいた魔物たちはこの地、リターニアにポータルを開き攻め入りました。私たち人間は魔物に比べると非常に弱くて脆い種族で、この王国は即座に窮地に立たされてしまいます。しかしそんな時、太古の時代より伝わる秘術で精霊石と呼ばれる水晶から精霊を召喚し、精霊たちと共に戦う一人の人間が現れました。その者こそが後にリターニアの精霊使いと呼ばれる英雄です。精霊はたった5人で劣勢だった戦況を覆し、リターニアから魔物たちを追い払い、さらには精霊使いと共に魔界へと乗り込み、ポータルを封じたと言われています。これが我が国リターニア王国に伝わる精霊使いの伝承です。というわけで、発生したポータルは魔界に住む魔物の仕業だと思われます。そしてポータルを封印するには精霊使いと呼ばれる者の力が必要で、って陛下？ちょっと陛下、起きてください。美しく成長していく血のつながらない妹に、劣情を抑えきれなくなった兄がある日妹を押し倒すところまでは聞いておったぞ。そんな話はしていません。それじゃあもう一度ご説明いたしますので、今度こそちゃんと聞いてください。このままではポータルとやらから魔物たちが攻め入ってきて、
この王国が大変なことになるということじゃな。ただどういったわけかポータルから魔物が攻め入ってくる様子はありません。あむ、あくまでわらわの予想じゃが、魔物たちは魔界で精霊たちが攻め入ってくるのを待ち構えておるのかもしれんぞ。待ち構えているですか。今のお主の話を聞く限り、魔物どもはこの王国の兵士なぞ脅威には思っておらんじゃろう。だが精霊使いや精霊は魔物にとって大いなる脅威のはずじゃ。戦においては信仰よりも防衛の側が有利じゃ。そのため精霊使いと精霊が魔界に攻め入ってくることを想定し待ち構えておると考えられるの。なるほど、十分にありえますね。だが仮に相手の手の内がそのようであったとしても、このまま放っておくわけにもいかんしね。そうですね。さらよ、その精霊使いというものの協力を得ることはできんのか。伝承によると精霊使いの秘術は子孫に代々受け継がれるようですので、精霊使いの末裔の居場所が分かれば協力を仰ぐことができるかと。よし、ではまずその末裔の居場所を探し出すのじゃ。それと絶対に民をポータル近辺に近づけないよう兵たちに周知徹底させておくようにね。はい、仰せのままに。足が速くて助かります。ぜひとも私と一緒に王城まで。え、そうですか。で、話もろくに聞いてもらえず、おめおめと引き下がって帰ってきたと。申し訳ありません。ですが無理強いも良くないかと思いまして。バカ者、相手が難色を示すようならお主のそのでかい乳と短いスカートで色仕掛けでも何でもして連れてこい。そんなことできません。おいおい、こうなったらわらわが直接行って話をつけてやろう。え、あんた王族である陛下がそんなに気安く街中に出てはなりません。それじゃあお主がそのレナードとかいう男を説得してここに連れてくるのじゃ。それができるならわらわが町へ出る必要もなかろう。それは俺行くぞサラ。お待ちください。
蹴破ったりしてはなりません。すみません、また来ちゃいました。お主がレナードか。なんと、わらわを知らぬと申すか。面白い男じゃな。レナードさん、こちらのお方は。サラ、別に構わぬ。下がっておれ。ああ、すまぬ。わらわが勢い余って蹴り飛ばしてしまった。後ほど使いの喉を出して修理させるので、それで許してくれ。自己紹介が遅れてしまったな。わらわの名はシルビア・アン・リターニア。このリターニア王国の女王じゃ。さて、レナードよ、わらわからお主に話したいことがあるんだな。少し付き合ってもらうぞ。天使よ、すまぬがこのレナードを少しばかり借りていくぞ。Thank you.
かレナードよ。それでは早速ではあるが、返事を聞かせてもらえるかな。なんじゃこれは。見たところ何かの結晶のようじゃが。これが精霊召喚の秘術に必要な精霊石ですか。実物は初めて見ます。レナードよ、わらわもできる限りお主に協力することを約束しよう。では早速その4つの精霊石から精霊を召喚するのじゃ。問題とは？ということはその精霊一人しか呼び覚ませないということですか。他の3人の精霊を召喚する方法を調べることはできんのか。これは？どうだ。本当じゃのう。わらわにも何て書いてあるのか全くわからぬ。私ちょっとなら読めるかもしれません。本当か。はい、解読に時間がかかると思いますが、やってみます。サラはこの王国一番の賢人じゃからの。その才能を見込んでわらわが側近としたのじゃ。それでは書物の件はサラに任せるとして、レナードよ、ひとまずはノルンを召喚するのじゃ。召喚されてここにいるのでしょうか。はい、そうです。人間の方々からは白の精霊とも呼ばれています。これは驚いたの。精霊とはおなごじゃったのか。外見も私たち人間とほとんど変わりませんね。私が最後に精霊使いの方と共に魔物たちと戦ってからどれぐらいの時が過ぎたのでしょうか。500年。もうそんなに時間が経っていたのですね。それではあなたが私の新しいマスターですね。あなたのお名前は？人間が助けを必要としているのなら力を貸しましょう。それで何があったのですか。なるほど、魔物たちがまたこの地に攻め入ろうとしているのですね。わかりました、マスター。私があなたの剣となり盾となります。共に魔界へと赴きましょう。誰かさんは散々縛っておったからの。精霊にとってあなたたち人間は冥王で、その中でも精霊使いは使えるべき主君ですから、当然のことをするだけですよ。どうしたのじゃ。そんなことか。安心せ、すで
りにわらわが根回ししておる。暇を持て余しておった兵士を二人ほど、お主の代理として鍛冶屋で働かせておるから問題ない。それで私たちはまず最初に何をすれば。そうじゃな、まずはこれからの探索の拠点となる場所が必要であろう。そこでこの城の近くにある迎賓館を自由に使わせてやろう。お主らはこの国を救ってくれる大切な客人じゃからな。王族としてそれ相応の扱いをせねばならぬ。ああ、それとな、レナード、今後しばらくの間、若い女子と一つ屋根の下で過ごすことになるからといって、欲望に身を任せて妙なことをするでないぞ。ムラムラ来たらオナリーで発散して賢者となるのじゃ。女王陛下、そのような言葉はお使いにならないよ。いつも言ってるじゃないですか。すみません、レナードさん。Thank you.
Thank you.